はいどうもこまるわです。今回は愛憎のオリガというゲームやってみたいと思います。なんかねこのゲームはうつゲームらしいんだけど、日常でありそうなことが起こっていくらしい。結構楽しみなのでやってみたいと思います。それでは早速いきましょう。ニューゲーム。はい。でもさ、うつゲームって実際うつじゃないパターン多いよね。まあ胸クソだったら悲しいけど、今日も寒いけどいい天気。あ、これがオリガちゃんなのかな。結構お姫様みたいな手はかぶってるね。さあ今日も素敵な一日を送りましょう。おー動ける。もうすでに感動なんだけど、全然もう鬱じゃないか。なんだこの部屋は。箱なんだけど、あー貧乏そうだね。結構なんか傘地蔵みたいに出てきそうな波に動けないな。傘地蔵で、あのわかるかな、みんな傘っていう麦わら帽子みたいなの売ってる昔の話があるんだけど、それ並みに貧乏だ。借金取りに追われてそう。おはようお姉さん。お姉ちゃんと暮らしてるんだ。お母さんじゃないんだ。今日もいい一日になるといいね。でもフラグでしかないんだけど、貧乏フラグ立ってる。そうね、きっと今日もいい一日になるわ。すごいフラグの立て方してくるな。え、でもキャラクター的にはちょっと待って、どっちがお姉ちゃんだ。右がオリガちゃんだとしたら、妹がいるのか、妹を飼ってるのかな。とりあえずこの布団は一着しかないんだね。一つの布団で二人で寝てるのかな。おー道だ、道がある。草むら、あポケモンみたいなのが生えてる。何こいつ。え、なんでこんなゴミみたいな捨て、遠足の後みたいな感じになってんだけど。おお女王様みたいに着込んでるな。こんにちは、オリガ。今日の、今日は木の実がたくさん取れそうよ。それはいいことだわ。私も後で取りに行くわ。もし木の実が、足りなかったら言ってね。オリガはネーベ君の分も集めなくてはならないんですか。ネーベって誰だ、彼氏がいるのかな。うん、ありがとう。弟みたいな存在がいるのか。お、走れるぞ。待って。すごい走り引きずって走ってるからこけないようにしなきゃ。この子は？やっほーオリガ、今日は何して遊ぶ？あ、それだけなんだ。無視なんだね。もうちょっとオリガちゃん優しい子だと思ってたけど、やっほーって話しかけられてるのに何も回答はないんだね。これは何だろう。こっちの家には行けないのか。一旦左行ってみるか。すごいゴミが落ちてるんだけど、これなんかこの葉っぱとか食べれたりしないのかな。そこまで貧乏ではないのか。あ、家がある。入ってみるか。え、ここは図書館。え？村ってこと？町か。図書館があるって言ったら結構な村だな。今日は休館日ね。はいはいはい。一旦こっち行ってみるか。え？待って。結構広いぞ。村の外は危険だ。あ、やっぱ村なんだ。行くのはやめましょう。行くのやめておくか。あのさ、もうちょっと住宅街みたいに家いっぱい建てていいんじゃない？なんでこんな広がってるの？あ、これ学校かな？教会だ。誰もいない。こんにちは、オリガ。今日もお祈りに来たのですね。なんかこういう教会とかに毎日祈りに行くとスープとかもらえるって言うよね。心優しいあなたに、ゼファイスト様のご加護がありますように。ご加護。ゼファイスト。全然わかんないけど、神かなんかなのかな。とりあえず祈っていくか。おー。ハリボテだったのか。なぜか外に来たんだけど。お、なんだこいつは。めっちゃ戦えそうな人が出てきた。オリガ、君は今幸せかい？すごい深い質問をしてきたな。まあね、でも人はね、いつでも幸せでもあり不幸でもあるんだよ。それの違いっていうのは、人と比べた時に人は不幸だと思うし、でも自分より下の人と比べた時は、自分は幸せと思うらしい。とても、自信満々だね。お前はどうせ下の人と比べてるんだろうな、そう思って、まあ私はホームレスではないから幸せなんだみたいな風に生きてる人間なんだろうな。ところで、あなたは、てんてんね、てんてんね、はてな。あ、暗くなってきた。そうそう帰らないと。そう。お、返事は聞かないのか。こいつは何者なんだろう。おやすみ、オリガ。いい夢を。はてな、ありがとう。あ、すごい意味深な会話。てか、黒いな。コナンの黒幕より真っ黒になってんだけど。てんてんてん。顔さえ見えない。なんかコナンの黒幕ってさ、目と口が見えるのに、それさえ見えないんだけど。とりあえず帰ればいいのかな。全然暗くないけどね。普通に明るい。この図書館は休館日、あ、休館日だからか。じゃあ一旦家帰ってみるか。あいつは何者だったんだろう。なんかご飯とか食料全く手に入れてないけど大丈夫なのかな。まあまあまあ、家行けば妹がいるからなんか作ってくれてるでしょう。ただいま。はい。お帰り、姉さん。今日はどんな一日だった？とても素敵な一日だったわ。きっと明日も素敵な一日になる。さあ、ねえべ、暗くなってきたわ。そろそろ寝ましょうね。うん。おやすみ、姉さん。あ、やっぱ妹を飼ってるんだね。この妹はでもさ、学校とか行かないのかな。おー、すごい黒幕の雰囲気ある。てんてんてんて。今のところでも鬱っぽくはないよね。貧乏なだけで。今日もいい天気。さあ外に行きましょう。
あのさ、キッチンないじゃん、食べ物ないじゃん、人食べてんじゃないかなってちょっと思っちゃうんだけど、そういう感じではないよね。この妹を食べるみたい。おー、勝手に進んでる。なんだこの黒い物体は、なんかここまで来てるんだけど、あなたは誰だっけ。え、昨日会ったばっか。え、記憶喪失、やっぱり忘れてる。まあいいか。はてな、名乗らないよ、どうせ忘れるんだろうから。僕が言えることはただ一つ、早く戻っておいで。意味しい。お前どっち向きには、後ろ向きにバックして降りていったんだけど。てんねんねん。え、なにこの世界、全員が忘れる世界、全く一緒のこと。これループものなんだろうな、同じ会話するんだろうな。はい、こんにちは、今日もたくさんの木の実が。今日も、どうだったかな、今日はだったかな。うん、ありがとう。あーあー、なに、え、なに今の、めっちゃびっくりした。え、嘘つき。ちょっと待って、急展開すぎない。どこ行っちゃったの。え、これ、木の実は取れなかったってこと。木の実が取れないことに対してブチ切れたんだけど、一旦セーブしよう。もう殺しちゃった後にセーブしたら何の意味もない。めっちゃ体力あるじゃん。体力にだけは自信があります。14歳か。え、これ絶対殺せよね。オリガとネーベって双子なのに全然似てないよね。双子はとってもいいよ。え、双子とは言っても似ているとは限らないのよ。あー、知ってる知ってる。なんとか小なんとかっているやつよね。いいな。私もネーベみたいな可愛い弟。あ、ネーベって弟なんだ。妹かと思ってた。弟欲しいな。てんてんてん。あーブチギレポイントがわかんない。こいつの沸点が低すぎ。あは。サイコパスな微笑みを一滴漏らしましたね。全然怒るポイントがわかんない。ここは図書館。今日は休館日ね。昨日が土曜日だとして今日は日曜日なのかな。じゃあこっち行ってみるか。また教会。この教会の人殺しそうなんだけど大丈夫かな。オリガ、今日もお祈りに来たのですか。信仰深いことはいいこと。今日もって言ってるの覚えてるのかな。そういえば私にも弟がいるんです。今、仲違いして別の村にいますが、ネーベ君ともきっと仲良くできますわ。あ、それは許すんだね。ちょっと怒るポイントが全然わかんないけど、やっぱ沸点って人によって違うからね。さあ、いるけどこいつは殺されるんじゃないか。まあ一応横、いや後ろから行くか。やるなら後ろから行きたいな。ガバッ、いや横しか無理か。ああ、いい天気だね。以上。何の会話もない。いい天気、確かにいい天気だけど、血に染まってたよ床は。このまま帰っていいのかな。弟を殺すなんてことはないよね。一応こっち行ってみる。行けるようになってるのかな。え、ちょっと待って、とんでもないこと言ってるよ。村の外は危険だわ。行くのをやめましょう。お前の方が危険だけどな。装備なんか持って、装備ボロボロの服しか持ってないのにどうやって殺したんだろうな。装備、え、すべて外すとかあるよ。はい、すべて外す。あー、裸裸になっちゃった。でも正気も体力も変わんないな。てか服着てるんだけど。一旦家帰ってみるか。この服を何かに使えるの。血だけ赤いのちょっと気になるな。白黒の世界なのになんで血だけ赤いんだろうな。まあ一旦帰ってこよう。弟は生きてるんだよね。弟をちょっと、もうちょっと前向いて座ろう。なんで首だけこっち向いてるの。早かったね姉さん。今日はど、男か。早かったね姉さん。今日はどんな一日だった。とても素敵な一日だったわ。人を殺しておいて。きっと明日も素敵な一日になる。素敵なって、あなた人を殺すことが素敵なのかな。さあネベ、少し早いけど今日はもう寝ましょう。うん、おやすみお姉さん。こうして弟は明日が来ることはなかったみたいな感じで。哀れな子。待って、これ生き返ってるんじゃないか。いい天気ね。今日は図書館で本でも借りてこようかしら。あの村の人たちはどうなったんだろう。一旦セーブしてみていい。なんか分岐ありそうなんだけど。はい、一旦セーブと。さあ、村の子たちは生きてるんだろうな。生きてないや。じゃあループじゃないな。どういうこと、哀れな子ってどういうことなんだろう。何に対して沸点があったんだろうな。とりあえず図書館入ってみたら、いや、復活は、復活、図書館ちっちゃいな。なんだこれ、アイテムが落ちてる。この本はどうかしら。ゼファイスト教、サラ、聖典。はい。ゼファイストに対する愛の死が、うわぁ、難しい。委ねられていますかな。ネビには少し刺激が強すぎるわね。おー、どんどん横が光ってる。これも見てみましょう。ゼファイスト教、エルスバーグ聖典。過去に囚われた男の話をしましょうか。
悲しみに溺れ罪を重ねた愚かな男の話を。誰よりも人を愛し、誰よりも人を殺めた優しくて残酷な人。あー、これはこの子なんじゃないか。なんか人のために人を殺したみたいな。友達と語り、愛する者と誓い、戦火かな、戦火を駆け巡った過去の日々を。夢見たものは、未来ある世界、与えたかったのは喜び溢れる人々の笑顔、奪われたのは守りたかった未来、残されたものは悲しみ嘆く人々の涙。あの日に終わった、物語、その日から始まった物語。たくさんの人々が死にました。大切な人が死にました。それでも夢見続ける彼を、理想を追い続ける彼を、虚しく愚かであると皆は笑うだろうか。よくわからないわ。お前すごいな。僕よくわかんない本って最後まで読まないんだけど、最後までちゃんと読んで理解できないままなんだね。目が疲れてきたわ。これはどんな内容かしら。ローザリンデ聖典。ある男の話をしましょう。その男の名はゼファイストス。法で裁けぬ、罪人を自らの手で裁いた英雄と謳われる断罪の賢者です。当時彼女は荒れ果てていました。協定権の失落、政治奪還の失敗、生殖売買、力なき人々は、あ、読めない、なんちゃら嘆き悲しみ、怨恨を残し命を散らしていきました。悪徳な司教に統治されていたある村では、不当な魔女狩りが頻繁に行われていました。魔女がいた、魔法の世界かな。いいじゃん、魔法の国。そこで司教を処刑し、村を救ったのがゼファイストスです。司教を処刑し、ちょっともうよくわかんなくなってきた。その後、ゼファイストスは各地で人々を、圧政から解放し、影に沈む人々を光へと導いていきました。しかし、ゼファイストスの名声を、恐れた協定は、彼らを捕らえ、異端者として拷問にかけました。ゼファイストスは背中の皮膚が剥がれるほど、鞭を打たれ、最終的に処刑を言い渡されました。つまり、なんかの宗教を、その教祖様をボコボコにしたと。処刑が行われる当日、賢者の歌が、響く村の丘。ああ、あったね、十字架。十字に、なんだろこれ、課せられたゼファイストス。そこに響く人々の罵声、嘲笑、泣き声。そして彼は生きたまま、焼く、火燃える。読めないな、火の刑に処されました。泣きたいほど空の青が、眩しい日のことでした。断罪の賢者、ゼファイストス様。私たちの村では信仰されているお方。ね、本を借りるのはやめましょう。帰ったらネーベに謝らないと。信仰されてるのに悪者としてここで扱われてるってことなのかな。借りる本は決まったか。お、かっこいいじゃん、結構。今日はやめておく。また来るわ。そっか、ま、ゼファイストス様関連の本しかないし仕方ないか。俺、宗教のことはよくわかんないけど、ゼファイストス様ってかわいそうなんだよな。人々のために戦い続けて最終的には生きたまま、火の刑。自分に都合の悪い人間は、即処刑ってか。嫌な時代もあったもんだな。なに？待って、わかったかもしんない。こいつがゼファイストスなのかもしれないぞ。あなたがそれを言うのね。あ、サイコパスかもしんない。いや、こいつがゼファイストスの可能性全然あるぞ。双子、畜生、バラ？畜生バラって読むのかな。動物は一度に複数の子供を産む。未熟児が多い、かっこ死亡率が高いイコール不吉。主権争いを生む。世継ぎ争い。男女の双子。やばいなぁ。こういう話僕難しすぎてついていけないけど、まあ、ニュアンスで分かっていこう。前世で、添い継げられず、心中した男女の生まれ変わり。イコール心中は大罪。おーおーおーおお、全くわかんないけど、とりあえず人を殺したかったんだろうなって思っちゃう。多分こいつが処刑して、今の倒したやつが処刑した犯人なんだろうけど、
で、この女の子がゼファイストスなんだろうなって、今の予想でさ、お話しかけられなくなってる。どういうことだ？話、おー、びっくりした。異端者、異端者は処刑。ゼファイストス様に逆らう者は処刑。村の異端、異分子は処刑。こうして村の平和は守れているのです。とても良きことです。やばいな、ついていけなくなってるな。ゲームに置いてきぼりの実況者になってるんだけど。こんにちは、すいやー。おー、立ったまま寝てらっしゃる。あ、動けな。あ、来た。まあ、とりあえず人一人殺めたならセーブしておこう。なんとかなるでしょう。最終的にでも、過去がわかるみたいな伏線張ってる感じなのかな？こいつは、こいつは何にブチ切れて毎回殺してるんだろうな。やっぱゼファイストス関連に対しては、許せないんだろうね。やばい、全然ついていけてない。最終的に全ての伏線回収してよ。僕全然分かってないよ。大丈夫かな？お帰り姉さん、面白い本は見つかった？ごめんなさい、なかったわ。そっか、じゃあ今日はもう寝ようよ。僕すごく眠いんだ。そうね、明日のために休みましょう。殺した人たちはどこ行ったんだろう。大丈夫、きっと明日も素敵な一日になるわ。何も素敵な一日はなかったけどね、今まで。一切なかった。全て一人一人死んでいってるんだけど。そろそろ戻っておいで、哀れな子。お、意味深だね。朝がやってきた。教会。誰かが呼んでいる。ああ、なるほど。テレパシーが聞こえると。この子は？姉さん、今日はどこへ行くの？教会。行きたくないけど、行かなくてはいけない気がするの。変な姉さん、行ってらっしゃい。まあ、とりあえず行ってみるか。教会のあの人死ぬんだろうな、今日で。今日が命日だろうな。あ、もうこの口はちょっと見ないようにしていこう。トマトケちゃん。あのさ、行ったり来たりしてるだけだよね、ぶっちゃけ。この子が行ったり来たりするたんびに人一人死んでいってるんだけど、大丈夫かな？絶対死ぬ！こいつ絶対死ぬ！ちょ、死ぬって分かってるからセーブしといてあげよう、先に。はい。こんにちは。異端者は処刑。あ、異端者！そういうことか！多分ゼファイスト教じゃないから、殺していってるとかそういう感じかな。ゼファイスト様に逆らう者は処刑。村の異分子は処刑。はい。ああ、ごめん、進んじゃった。この村人はみんな、賢者ゼファイスト様を信仰する信者です。あなたもゼファイスト様のご加護がありますように。全然。おー、追放した。え、でも悪いこと言ってなくない？え、何が沸点なんだ？なんか、すべて気に入らないことがあったら、ちょっと八つ当たりで DV するタイプの女の子なのかな。ネーベが危ない。行かないと、あの子だけでも私は。もう一旦セーブしてるから上行ってみていい？はい。上行ったら終わりかな。お、なんか変わってる。はい。僕はここで待っているよ。行っておいで。もう一人の自分みたいな感じじゃない？あ、でも体型ちょっと違う。髪型がちょっと違うか。違うな。なんかそういう、もう一人の自分がここにはいて、わかんないな。こっちは行けるようになってるのか。行けないな。図書館一応見てみる。まあ、血に染まってるんだろうなって。おー、見なきゃよかった。残酷だ。今のところでも、うつゲーム要素全くないね。人も一人も死んでないしさ。弟が死ぬこともないし、愛のあるいい世界でよかったわ。弟が危ないってどういうことだろう。大丈夫？姉さんどうしたの？顔が真っ青だよ。ネーベ、あなたは私が必ず守るから。姉さん？お、光ってる！なんだろこれ。はい。ここは地下室。父さんと母さんが私たちを守るために作ってくれた場所。あ、え？守ってく、え？え？おー、赤い世界になっちゃった。行きましょう。賢者の歌が響くその丘へ。え、燃やしてない？大丈夫？これなんか火の音聞こえるんだけど。これ絶対周り燃えてるでしょ。家の周り燃えてるフラグしか立ってないんだけど。ちょっと待って。はい。出てみるか。おー、燃えてらっしゃるね。丘の上。じゃあ一旦地下室行ってみていい？帰りましょう、あの丘へ。え、弟だけ地下シェルターに閉じこ、え、待って。この子はどうするの？誰だっけこの子？ネーベだっけ？ネーベちゃんはどうするの？お、入れなくなってる。下は？下は、未だに行けないと。村、あ、人を信用できなくなっちゃったみたいな、そんな感じ？うおー、なんだ、こっちの方が燃えてる。血で汚れてる。まるで血の涙を流しているようだわ。え、でも似てない？今の絵画とこの子似てたよね。いなくなっちゃった。え、ずっと待ってるみたいな言ってたよね。え、あの丘で待ってるってどういうことだ？お、ああ、この丘で燃えてる人は処刑された魔女は。え、やっぱ自分だ！絶対自分だ！
あー、なんだ？私だったのね。オリガ、全部思い出したかい？え、でも生きてるじゃん。ええ、思い出したわ、すべて。私、ここで死んだのね。ただ、あなたのことだけは思い出せないの。ごめんなさい。この子はね、多分、幼馴染じゃないか、このパターンで言うと。ああ、いいよいいよ、そういう罰だから。ああ、なるほど。人の記憶を忘れちゃう系の罪を背負ったってこと。魔女！ああ、わかった、魔女なんだ、多分。僕は、虚偽の、患者、ん？虚偽の患者、ヨア。ヨア？ヨアなんか聞いた、え？ヨア？生前の多くの人を騙し、裏切り、絶望させてきた。ああ、こいつが魔女で、で、こいつは自分の呪い、自分の罪を償ってるみたいな感じか。だからみんなから忘れられるみたいな。そんな僕に死後、罰と使命が与えられた。絶望する人々に希望を与えるという役目をね。オリガ、君たちは、村人たちに追害されてきた。ただ、双子というだけで。双子は？ああ、読めない。おろ、あ、あやぶむ、べきものだという、悪臭がこの村には残っていたから、迫害。そしてある日、村に疫病が広まった。それを人々は、君たちの姉妹のせいにした。へえ、そういうことなんだ。でもよくあるよね。双子は悪いものだから信じちゃいけないみたいな。生贄として捧げるみたいな。そして、なんか昔はよく双子を実験台とかに使ってたんだよ。全く同じ遺伝子を持ってるから、片方はこうして、もう片方は普通に育てたら、どういう違いが出るかみたいな。ネーベを地下に隠し、私は魔女として火の刑に処された。そしてその火は村全体に広がって、村人たちも悔しかった、悲しかった。母さんは私たちを産んで死んじゃって、父さんは私たちを守って村人たちに殺されて、ネーベと二人きりになってしまった。それでも精一杯生きていたつもりだった。ああ、そういうことか。村の人たちは私たちを殺したと。で、だからこそ、恨みを持ってるから村人たちをさっきやっちゃったのか。希望も捨てずに、頑張ってきた。でも、君はすべてに絶望した。だから僕が来た。そして、死に行く、君に希望を与えるため、夢を見せた。君が望む幸せな世界の最後の夢を。けれど、君はそのことを忘れ、虚像の世界に溺れてしまった。でもね、オリガ。君の弟はまだ生きているんだよ。あ、地下の中で、でも食料とかあったのかな？ねえ、ベオ、私の夢に縛らせたままではいけない。と、そういうことなのね。生きてるって言っても、でも、ねえ、現実世界というか、あの地下から出たら全員燃えて死んでるのを見なきゃいけないし、てかお姉ちゃんも死んでるわけだよね。オリが、夢は見たりた？そうそう、行かなくては。だって、夢は覚めるものだから。誰もが恨まず、許し合うことができたら、それはどんなに素敵なことなのでしょうね。ま、最後の夢だ。君が会いたい人に会っておいで。で、弟に会うって感じか？でも焼けてない。これはどうなんだろう？今夢の中なのかな？一応セーブするね。でもさ、これちょっと深いゲームだからさ、考察として言わせてもらうけどさ、人って、やっぱり離れた後が一番寂しくなるじゃん？で、その、まあ、友達でも、恋人でも何でもいいんだけど、離れた後に思い出して、その思い出を美化しちゃうみたいな感じじゃない？本当は、相手にも悪いところはあったし、そんな幸せな思い出じゃなかったけど、もう二度と会えない。からこそ、ちょっと思い出して、あの頃に戻りたいな、ってどんどん美化されちゃうみたいな状態に陥ってるんじゃないかなって思っちゃう。それが、まあ、二度と会えない人、亡くなった人とかでもいいんだけどね。そういう状態ってあるよね。ふ、今日はとてもいい天気ですね。きっと明日も素敵な一日になるでしょう。おー、僕が語ったか、一気に深いゲームになっちゃった。この子たちは？いや、オリガ。明日は新しい本が入荷されるんだ。楽しみにしててくれよ。本当はいいやつだったな、こいつらも。でも、私は、ただ双子っていうだけで燃やされたんだ。オリガ、私は面白い遊びを思いついちゃった。明日ね、ネーベと一緒に遊ぼうね。なんでどういう状態なんだろうな。でも、夢の中なのかな、まだ。オリガ、美味しい木の実のパイができたよ。今度ネーベ君と一緒に食べていらっしゃい。難しいなぁ。考察が進むね、これは。さあ、地下室にいるのか？地下室でもこれ、タッチできる？もうここは必要ないわ。さあ、すべての伏線回収行きましょうか。見て、姉さん、すごく綺麗な空だよ。きっと明日も素敵な一日になるね。
そうね、泣きたいほど綺麗な空だわ。平和な日常、変わらない日々。でもね、こんな平凡な毎日が愛しいと思えるんだ。あー、なるほどね。バッドエンドを迎えるからこそ、今の普通の日常が楽しいと思う、幸せと思えるってことか。明日もその次の日もきっと同じ愛しい日々が僕たちを待っているんだよね。ずっとずっと一緒にいようね、姉さん。ねべ、愛してるわ。ずっとずっと愛してるわ。だから。おやすみなさい。うわ、どっちだろう。二度と会えずに、この夢から覚めるか、弟を殺して全て永遠にするか、ヤンデレ系か、さあどっちだ。うん、おやすみなさい。さあ、どっちがいなくなるんだろう。一人ぼっちのネーベ、かわいそうなネーベ。けれど、あの子は優しい子だから、きっと全てを許すのでしょうね。願わくは死の意向に打ち勝ちて、静かな安らぎが訪れますように。深すぎる。でも、もしも、もしも許されるのならば、もう少しだけネーベ、あなたと一緒に生きていたかったわ。ああ、お姉ちゃんがちゃんと現実を見るってことか。死んじゃうのかな。長い夢を見ていた気がします。切なくて、愛おしい、遠い夢を。皆が生きていた。皆が笑っていた。皆が悲しみに溺れていた。皆が愛し合っていた。とてもとても素敵な夢でした。でも、現実は、現実ほど見たくないことってあるよな。やっぱ現実逃避が一番楽だもんね。てか死よりもしんどいことって多いよね、現実世界。姉さん、世界は悲しみで満ち溢れています。けれど、残酷なこの世界にも、一滴の愛があることをあなたが教えてくれました。だから僕は、その愛を信じるってこと？いなくなっても愛するってことなのかな？深すぎる！終わっちゃった！はい、ということで、愛憎のオリガでした。いや、待って、これ深すぎて考察しきれないんだけど、でも、現実世界にも当てはめることができるよね。いなくなった人だったり、まあ、現実を受け入れれない人だったりすると、やっぱり過去に囚われすぎて、あの頃幸せだったなっていう思い出の中に浸って生きる。でも、この人たちはちゃんと現実を見ることにしたっていうゲームなのかな。めちゃくちゃ難しかった。制作者、豆丸さん、ありがとうございます。この豆丸さんのシリーズ結構やってるから他にも見てみて。ホラーゲームとかも僕結構実況してるから終了画面として流しておきます。エンド、博愛の無双。いや、豆丸さんのゲームほんと打つホラー多いよね。すごい考えさせられる。打つってやっぱ感情移入しちゃうからね。何もないおまけに進みますか？何これ？はい。進んでみましょうか。一応ちょっと見てみるね、じゃあ。おー、なんだこれ。何もないのか、本当に。あ、誰だ？あ、これあれじゃん。黒かった人じゃん。あれ？みんな来てる？なんでだろう？来てる？え？どっちが主人公？この黒い方が主人公になっちゃったな。誰？君。お久しぶりです。あ、やっぱ、ヨアちゃん！やっぱそうだよね。ヨアなんか聞いたことあるなって思ったら。鬼めちゃんじゃん。久しぶり。その呼び名はやめなさい。心の像を握りつぶしますよ。君が気軽にそう呼んでって言ったのに。おーおーおー、漢字難しいな。サマシキビテンプレです。それより、はい。ああ、オリガの記録を残したいの？追憶の賢者様？老いも若きも、悪人も善人も、すべての生と死を記憶する。それが私の役目です。まじめー！決めました。握りつぶします。さあ、服をお脱ぎなさい。慰め、褒めたのに。これ誰だろう？エミリオ？エミリオって新キャラかな？君がここにいるなんて珍しいね。あ、そっか、喋れないんだっけ？喋れないキャラでもいたよな、前。言いたいことがあるなら、この紙に書いてよ。ひどい人。いけない、無礼だな。あ、待って、喋ってる。ガンガン喋ってるじゃん、こいつ。どうやってそのミイラみたいなさ、布を包帯巻いてるのに喋ってんだろう。優しい人、でも残酷な人。はてんはてんはてん。おーおーおー、どんどん深くなって、めっちゃ伏線張られる。あれ？専用、なんちゃらさんも来てたんだ。相変わらず、その姿なんだ。シャイだね。こんにちは、ヨア。お元気そうで何より、しかし残酷なことをしましたね、あなたは。え？オリガのこと？なんで？彼女喜んで言ったじゃん。喜んでですか。深い！どんどん深く！待って！戻りますか？はい。いいことをした後は気持ちがいいな！今日ももう休もうっと！やばい！どん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 深くなっていっちゃった。愛も変わらず無邪気に残酷なことをしましたね。死した者に生の希望を見せるなど、この世に未練を残せと言わばかりではないですか。彼は人の気持ちがわからない。でも彼に悪気はない。その善意は本物です。あの少女は、オリガさんは救われたのでしょうか？知るすべなどありません。なぜなら、
彼女はもうこの世にいないのですから。あー、これでこの後にあの死の世界行く、エンコンビーゲンリードに繋がっていくのかな。死人に口なし哀れな子。エンコンビーゲンリードもちょっと死んだ後に後悔とかなんかあったよね。はい、ということで愛憎のオリガでした。ご視聴いただきありがとうございました。また豆丸さんのゲームがあったらやりたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。